日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。リーグ優勝こそ厳しくなっているものの、クライマックスシリーズに出場できる3位以内の確保に向けて、日々前進している北海道日本ハムファイターズ。昨季に続き、今季も単年契約で挑んでいる新庄剛志監督ですが、来季の去就に早くも注目が集まっています。指揮を取った過去2年よりも明らかに成績は向上しており、本来なら、監督4年目は規定路線ではありますが、新庄監督に至っては続投は不透明となっています。そんな中で、続投に際してとある条件を提示しているようです。今回は、新庄監督の続投の可能性と、続投の条件を紹介していきます。就任以来2年連続最下位となったものの、昨オフに契約を延長した新庄監督。この世界は結果が全て。3年目で今年のような成績であれば、ユニフォームを脱ぐ覚悟で死ぬ気で選手を成長させながら戦っていきたいと話し、1年契約を結びましたが、今季は昨年以上に若手が台頭し、指揮を取った過去2年よりも明らかに成績は向上しています。ロッテと熾烈な2位争いを演じており、ソフトバンクが首位を独走する中で優勝争いにもかろうじて残っています。新庄監督の評価もうなぎ登りです。過去2シーズンで積み上げた戦力を中心に、勝てる期待が持てるチームを作り上げました。3年でチームは立て直しが進みつつあります。チームは好調ですが、この世界は結果が全てと新庄監督が続投会見時に語っているように、今季チームが良い成績を収めてもリーグ制覇という目標を達成できなければ続投要請を誇示する可能性はあります。新庄監督は就任当初から長くやるつもりはないと公言しています。昨オフに契約延長した際にも、勝ち続けるファイターズの土台を作るのが僕の仕事、あとはファンの皆さんに野球の楽しさを伝えることが僕の使命と言っていました。新庄野球をチームに浸透させてチームを A クラスに引き上げた上で、スパッと辞めてタレントに戻る可能性もあると見られています。本来なら監督4年目は規定路線でしょう。ベスコンフィールドを新たな本拠地にしたことに加え、チームがいい戦いをしていることで営業面での貢献は大きいです。球団は監督交代など考えていないでしょう。ですが新庄監督は球団側の続投要請をあっさりと受諾しないと考える関係者は多いです。去る球団 OB は次のように話します。続投の条件としてさらなる戦力補強を求めるでしょうね。実力もさることながら営業面でもプラスになる選手がターゲットになることは間違いないでしょう。その候補が今季からメジャー移籍したものの、事実上の戦力外通告を受けた上沢直行投手と藤浪晋太郎投手です。新庄監督は本来なら先発で2桁勝てる上沢にはチームに残ってほしかった。出戻っても何の違和感もないですからね。藤浪に関してもその実力を高く評価しており、自分なら使いこなせると自信満々です。両取りならばかなりの勝ち星を上積みできると計算していることでしょう。レッドソックス傘下 3A ウースターの上沢投手は直近の登板ではシラキュース戦に登板し、今季 3A で4敗目を喫しています。1点リードの4回から2番手で登板し、先頭をスプリットで3ゴロ、次もスプリットで三振、3人目もスプリットで空振り三振と順調な立ち上がりでした。ですが続投した5回に西からソロ本塁打を浴び、6回には先頭から3者連続で四球を出し無四満塁で降板します。継投した投手が打たれ、内野手の失策絡みの失点もあったため、上沢の出した走者を全て返されました。2回3分の0を2安打4失点、3四球2奪三振。今季は 3A で17試合に登板し、5勝4敗、防御率 7.43 と散々です。一方でメッツ傘下 3A シラキュースに所属する藤浪晋太郎投手は、12日に自身のインスタグラムを更新し、現在の心境を記しました。藤浪投手は、DFA と書き出し、インスタグラムらしいキラキラした話や良い報告ではありませんが、先日メッツより今日君を DFA にすることになったと電話があり、メジャー40人枠から外れることになりました。
と DFA になったことを報告しました。その上でいわゆる日本の戦力外とは少しニュアンスが異なるのですが、それでも怪我のリハビリを終えてすぐにメジャーに復帰するという目標を立てていた自分にとっては悔しすぎる通告でしたと記しました。そして今シーズンは出だしから結果が出ず、野球人生で初めての怪我による長期離脱、そして DFA と毎日毎日自分自身に期待しては裏切られ失望し、それでも懲りずに新たな自分を求め期待する、そんな日々の繰り返しですと現在の心境を綴りました。それでもと、まあそんな日々ではありますが、ここまで自分で書いててうわ重と思ったので急ハンドル、野球が上手くなりたい、何とか這い上がったるという気持ちはずっと持ち続けていますし、決して心が折れたりなどではありません。辛いこともありながらも楽しく野球に取り組んでいますと前向きに軌道修正しました。 DFA となりウェーバーで獲得を希望する球団がなければ自由契約などの可能性もありましたが、 3A 残留を選択しました。このタイミングでの投稿を、これを書かずに他の投稿も更新したりできへんなと思ったので、あまり書きたくないことですが報告させていただきましたと説明しました。最後に、これからも誰のものでもない自分の人生だと図に乗って、しくじって泥臭く粘り強くチャレンジし続けていこうと思います。応援してくださってる方々にはなかなか良いところをお見せできていませんが、懲りずに応援していただけたら幸いですとまとめ、ほなまたで締めました。藤浪投手は今季メッツに加入も、オープン戦では5試合3回3分の2を投げ5四球で防御率 12.27 など不振が続き、開幕をマイナーで迎えました。 3A でも制球難を克服できず、7月26日にメッツがメジャー出場の前提となる40人枠から外す DFA としました。その後参加 3A に残留することが発表されています。 3A では今季16試合に登板し防御率 8.80、 今月6日のウースター戦で1回無失点で今季初セーブを挙げました。上沢投手、藤浪投手ともにアメリカで通用しないのは誰がどう見ても明らかです。日本球界に戻ってくるのは時間の問題でしょう。日本球界では出戻りメジャーリーガーの有原航平投手が大活躍しています。ソフトバンクの独走に貢献しているだけに、2匹目、3匹目の土壌を狙うのも当然でしょう。果たして球団は上沢投手、藤浪投手の獲得に動き、その先に新庄監督は続投あるでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。